ホルヘ・マスビダルはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、キューバ系アメリカ人、フロリダ州マイアミ出身、アメリカントップチーム所属、u f o 世界ウェルター級ランキング4位、u f o における最短個勝利記録を保持している、ジョルジ・マスビダルとも表記される、キューバ人の父親とペルー人の母親との間にフロリダ州マイアミで生まれる、子供の頃から 学校やストリートで喧嘩をしており、その頃からキックボクシングを始め、17歳でボクシングとレスリングを始めた。2003年5月24日、18歳でプロ総合格闘家デビュー。2005年4月21日、ハガエル・アスンソンと対戦し、0から3の判定負け。同年4月30日、アブソルート・ファイティング・チャンピオンシップス12でジョーローゾンと対戦し、 ニティコガチ。2006年2月18日、アブソルートファイティングチャンピオンシップス15で、デイビッドガードナーと対戦し、ニティコガチ。同年6月24日、アブソルートファイティングチャンピオンシップス17の、AFC ウェルター級王座決定戦で、ヌリシャクアーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年7月14日、バドッグファイト、 アルバレス VSD でイーブス・エドワーズと対戦し、左ハイキックでニアーコ勝ち。2007年9月29日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォースプレイボーイマンションでマットリーと対戦し、1ティコ勝ち。2008年6月8日、戦局初参戦となった戦局第3人でホドリゴダムと対戦し、右ストレートで2ティコ負け。この試合での表記は、 ジョルジ・マスビダルであった。2008年9月28日、戦局第5陣でライアン・シュルツと対戦し、パウンドで1テコ勝ち。この試合より表記がホルヘ・マスビダルに変更された。同年11月1日、戦局第6陣で半数ファンと対戦し、3から0の判定勝ち。二千九年四月三日、ベラトア初参戦となったライト級トーナメント一回戦で、 ニック・アガラーに TKO 勝ちを収めた。5月1日の準決勝では、トビー・イーマダと対戦、サガールに、スタンディングでの三角締めで締め落とされ、決勝進出を逃した。2009年11月7日、戦局第11陣で、北岡悟と対戦し、パウンドでニティコ勝ちを収めた。2010年4月25日、吉田秀彦引退工業アストラで、オ谷直之と対戦し、 二から一の判定勝ちを収めた。同年9月11日、シャークファイツで、ポール・デイリーとウェルター級契約で対戦し、0から3の判定負けを喫した。2011年3月5日、3年ぶりのストライクフォース参戦となった、ストライクフォース、フェイジア VS、ヘンダーソンで、ビリー・エヴァンゲリスタと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 同年6月18日、ストライクフォス、オーバーム VS、バーディームでキロジュール、ヌーンズと対戦し、3から0の判定勝ち。2011年12月17日、ストライクフォス、メレンデス VS、マスビダルのストライクフォス世界ライト級タイトルマッチで、王者、ギルバートメレンデスに挑戦し、0から3の 5R 判定負け。王座獲得に失敗した。 2013年4月20日、裕福 c 初参戦となった福オンフォックス7でティム・ミーンズと対戦し、3から0の判定勝ち。裕福は白星デビューとなった。同年7月27日、福オンフォックス8でマイケル・キエーザーと対戦。1R にパンチでダウンを奪われたものの、徐々に巻き返して 2R にダース・チョークで一本勝ち。2013年11月6日、 ユーフック、ファイト・フォー・ザ・トゥループス3で、ルスタム・ハビロフと対戦し、0から3の、判定負け。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年4月4日、ユーフック・ファイト・ナイト、メンデス・ vs ラマスでライト級ランキング15位のあるアイヤ・キンタと対戦し、優勢に試合を進めたものの、1から2の、判定負け。2015年7月12日、 ウェルター級復帰戦となったザ・アルティメット・ファイター21フィナーレでセザール・フェレーラと対戦しクリンチ際の肘打ちでダウンを奪いパウンドで1アーコ勝ちパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した2015年11月28日ユーフック・ファイト・ナイト・ヘンダーソン・ VS マス・ビダルで元ユーフック世界ライト級王者のベン・ヘンダーソンと対戦し1から2の判定負け当初は 同大会で、キム・ドンヒョンと対戦予定であったが、ヘンダーソンの対戦相手であったチアゴ・アウベスが、欠場したため、同大会に出場予定であったマスビダルが、ヘンダーソンと対戦することとなった。2016年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター24フィナーレで、ウェルター級ランキング15位のジェイク・エレン・バーガーと、対戦し、パウンドで1ティコ勝ち。2017年1月28日、 ユーフックオンフォックス23でウェルター級ランキング5位のドナルド・セラーニと対戦。1R 終盤にパンチレンダーでダウンを奪いパウンドで、コスン前まで追い込み、直後の 2R 早々には右フックでダウンを奪い、セラーニが立ち上がったところにスタンドパンチレンダーで追撃して TK を勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年5月13日。 ユフック211でウェルター級ランキング3位のデミアン・マイアと対戦し、1から2の判定負け。2017年11月4日、ユフック217でウェルター級ランキング2位のスティーブン・トンプソンと対戦し、0から3の判定負け。2019年3月16日、約1年4ヶ月ぶりの復帰戦となったユフックファイトナイト、ティルビエス、マスビダルで、 ウェルター級ランキング3位のダレンティルと対戦。1R 序盤に左ストレートでダウンを奪われるもすぐに巻き返して 2R に左フックで失神小勝ち。パフォーマンスオブザナイトとファイトオブザナイトを同時受賞した。試合後、バックステージでレオンエドワーズと揉め事を起こした際、パンチを数発エドワーズに浴びせ乱闘寸前となった。2019年7月6日。 ユフック239でウェルター級ランキング5位のベン・アスクレンと対戦し、試合開始5秒にタックルに合わせたカウンターの飛び膝蹴りで失神小勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞し、ユフック史上最短勝利記録を更新した。また、対戦相手のアスクレンは、キャリア21戦目にして、初黒星となった。試合後、マスビダルとチームメイトのダスティン・ポイエーは、ツイッターで、 昨晩、マイク・ブラウンやマスビダルと夕食を共にした時に、彼らは試合開始早々に飛び膝蹴りをすると言っていたし、マスビダルが飛び膝蹴りを練習している動画も見せてもらったと語り、コーチのマイク・ブラウンも試合前にツイッターやインスタグラムでマスビダルが飛び膝蹴りを練習している動画を投稿していた。マスビダル VS ディアス・マスビダルが獲得した BMF ベルト2019年11月2日、マディソン・スクエア・ガーデンで開催されたユフック2 4 4でウェルター級ランキング7位のネイト・ディアスと対戦。スタンドの攻防で終始優位に立ち、3R 終了時にドクターストップで TKO 勝ち。マスビダルには、この試合のために制作された特別なベルトである BMF ベルト、バッテスト・マザー・ファッカーの略。 最高に生かした奴の意が送られた。2020年1月30日、マイアミで開催されたスーパーボールのイベントにて、偶然そこに居合わせた、ユフック世界ウェルター級王者のカマルースマンと絶戦を繰り広げ、一触即発の事態となった。2020年7月11日、ユフック251のユフック世界ウェルター級タイトルマッチで王者カマルースマンに挑戦し、 0から3の5はある判定負け、王座獲得に失敗した。もともとウスマンに挑戦予定だったギルバート・バーンズが新型コロナウイルスに感染したことで、代役として大会6日前のオファーを受けての緊急参戦だった。スタンドでは主に近距離と中間距離での攻防に優れており、近距離では踏み込んでのリードフック、中間距離では堅実なボクシング技術と、 右ミドルキックを得意としている。また、アイアンチンと形容される、打たれ、強さと、ストリートファイトで培った好戦的な性格から、パンチをもらっても笑顔で答え、打ち合いを要求するなどのアピールも見せる。さらに、グラップリングを得意としているマイケル・キエーザから、ダースチョークで一本勝ちを収めるなど、グラウンドでのスキルも高く、パウンドも、主武器の一つである。 ユフック244の試合前記者会見。ありがとうございます。